ゲオルク・フリードリヒケルスティンクは、ドイツの画家である。室内画を得意とし、一般市民の日常的な姿を描く、ビーダーマイヤーのスタイルの画家の一人である。現在のメクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州の、キュストローのガラス職人の息子に生まれた。裕福な親戚の支援によって1805年から1808年の間、コッペンハーゲンのデンマーク王立美術院で学ぶことが、でき。 美術院の展覧会で、銀賞を得た。1808年に、ドレスデンに移り、ドレスデンの美術学校に入学した。ドレスデンでは、詩人、作家のテオドール・ケルナーや、ゲルハルト・フォン・キュー・ゲルゲン、ルイーゼ・ザイドラー、カスパー・ダービト・フリードリヒといった画家たちの中で、活動し、ドイツ・ロマン主義絵画の代表的な画家、フリードリヒから影響を受けた。ドレスデンの展覧会で評価され、 エーテの助言で、ザクセンバイマルアイゼナハ公国の宮廷もケルスティンクの絵を買い上げた。ナポレオンのロシア遠征が失敗に終わった後、ドイツ諸法からの志願兵によるナポレオンと戦う義勇軍、リュッツォー義勇部隊が編成されると、ケルスティンクは1813年にこの部隊に参加した。戦争が終わり、ドレスデンに戻るが、戦争で被害を受けたドレスデンで絵の顧客を見つける。 ことは難しかったので、1816年から1818 18年は、ワルシャーに移り、王族の子息の絵の教師として働いた。1818 18年に、ドイツに戻り結婚し、マイセンの磁気銘家の絵付けの主任として働いた。ありがとうございます。